対に笑ってはいけない実在するすごい名字。おお、名字か。なるほど、なるほどね。帰ってきました。帰ってきた。何がだ、分からん。絶対に笑ってはいけないシリーズ。じゃあ水だわ。先日タブチャンネルで謎に発表しましたけれども、はい、経済対策高校出身、井上走翔太です。井上走翔太です。あなたはさあ、そうでます。犬走り翔太。はい。なんだお前、なんだお前、切ってやめろ、どうちゃみと。すごいな、すごいよね。それらはまあ初めて聞いた時から、何やこれって。正直、そんな人いるんだっていう話になったわけじゃないですか。そうだね。ということで今回、僕リストアップしてまして、絶対に笑ってはいけない実在するすごい名字。おお、名字か。なるほど、なるほどね。これ超えてはいけません。なるほど。僕は至って真剣です。僕らの周りにはまあこういう犬走りっていうのがまあたまたまいましたけど、はい、たまたまね、絶対にいないであろう人たちを今リストアップしてる。おー、万が一いてもネタにはしないよ、絶対。うん、そうだね。見てる皆さんですよ。はい、何十万人か見てたら、もしかしたら知り合いにいるって方がいるかもしれない。はい、それはかっこいいことなんです。そうだね、うん、かっこいい。だって少ないよ、じゃね、うん、ホテルって相当いいよ。だから俺、そうだから俺も中学の時まで嫌だったけど、高校になって良かったなと思うよ。覚えてもらえるから、あ、興味覚えて話しかけてもらえたら。それをリボに聞いて、いいお話があるんですね。そうそうそう、そうだね。なるほどね。ということで、まあ、一番笑った方は本名公開になります。はれーはれは、1週間ツイッターの名前変えるわ。あ、そうそう、1週間ツイッターの名前変える。あ、じゃあ1週間ツイッターの名前フルネームにしてください。あー、いいね。そうそうそう、面白いやん、それ。逆に誰も笑わなかったら、僕が本名を公開します。おお、笑うなよ、笑うなよ。笑わないよ、笑わないじゃん。よっしゃ、おー、マジこれやろうぜ、マジで。あくまで本当にいる方ですよね、こちら。ナンバーワン、無敵、無敵、無敵。ゆきさんって方がいます。本当でございます。じゃあセーフということで、本当に無敵って、無敵マジすごいわ、かっこいいよ、めちゃかっこいいよ。一応あのね、無敵じゃないでしょ、注意書き曲書いてありまして、運動会なのでちょっとハードルが上がってしまった。勝負事には合わない。そのつもりは全部大変なことだ。うわ、やばいやばいやばい。9番ライト無敵とかもちょっと重心。そうだね、完全に大丈夫。ナンバー2、よし、こちら。こちら、こう書いて、ロペスさんです。ロペスさんです。ロペスさんです。かっけえやん。ロペス。ちょっとずつ出してね、こいつ。うわ、うわ、ちょっとずつ出して。一番立ち悪い。マジで出してね、こいつ。アウトー。ナンバー3、こちら。バカさんです。うーん、本当ですか。本当に。なんかすげえ自分でアウトでしょ、これもう。え、マジっすか。マジですよ、ごめん、近づけんのやめてよ、マジで。ですが、一応こちらバカと読まないんです。あー、マシカって言うの。マシカさん、マシカって言われたら急にかっこよくなる。マシカ。ナンバー4、デデン、肥満さんです。肥満さんです。肥満さんです。ん、肥満。はいはい、全部かかってる。すごいから。こちら小江光さんですよね。ですよね。小江光って読むのですよね。けどこちらは肥満さんで読む人もいるらしいです。えー、さあナンバー5、こちら。んん、サエモンサブロ、サエモンサブロ。名字です。日本で2個しかない5文字の漢字の名字です。サエモンサブロ、何がいいんだ。だからもうサエモンサブロ翔太ってことです。いや、お前マジやめてくんだよ。続いてハードなやつ、こちら。
全員それであってほしくない。いやいや絶対そう、俺もそれであってほしくない。さすがに変え、変えよ聞いたわ。それだけはやめようって思ったのに。大丈夫です、安心してください。あ、はい、だよね、さすがにね。コンギョクさん、あ、かっこいい。コンギョクさんね、もしくは金玉さん。名字って見た目だけで決めちゃダメよ。本当に、ね、今何点？表現4 4 3 3 2 2。うわ、やべえ。名字公開だ。ここから2連続で大丈夫そうなやつ、うん、2連続でいきます。1つ目、うん、東京、うん、うん、2つ目こちらです。じゃあペンギンさん。うん。あ、お前さ、違う、関係ないじゃん。すげえね、関係ないじゃん今の。村田さんって友達言いますよ。うん。以上日本全国探すとよろしくみたいな感じの村田さんもこちらです。よろしくとかやめて、そういうの。自滅したじゃん。自滅した。残り2つなってまいりました。よし、うん、鬼鬼かわいいじゃん。鬼ロリロリ。周りに鬼ってつく名字多いんだよ。これはいるのよ。そういるよね。木崎さんとかでしょ。とか、あの鬼塚とか。そう、でも鬼さんはめっちゃめちゃ。そう、今ポイント X 5。お前 5？ お前5か。じゃあ俺も5だ。5 5 5。いや、最後は3点にして。まあ先ほどお題にも上がりました、こちら犬橋。犬橋。いや突然の犬橋に笑っちゃった。あれ、うん、あれもうやべえ、やべえ、やべえ。じゃあこれは後で審査するとしますよね、うん、まあ、先ほど第2に上がりました通り、こちらのお方で、犬橋里さん。僕らよくいじって猫歩きとかカニ歩きとか言ってじゃないですか。一応僕動物走るみたいな、いるのかなと思っていろいろ探したわけです。カニ歩きとかそういうのはいなかったんですけど、うん、リボン完全に親戚なんだろうなって方がいました、こちら、うん、猫屋敷、猫屋敷、猫屋敷。猫屋敷、猫屋敷。はい、無理。無理、無理、無理、無理。それは無理だ。無理。完全に親戚です。犬走りと猫屋敷。おお、なんかおめでたい、おめでたい。なんかおめでたい。似てる名前を調べるから。あ、存在はちょっと知ってる。あ、マジ。あ、そうなんだ。あれってことは全員笑った？俺以外。笑います。何時だ。無理だよ。ですが、疑惑の一発が決めされてる。誰が審議、審議、審議。犬橋。いやいやいや、犬橋。並ぶんだけど、その共演のさっきの犬走り事件開幕のを入れると、9になるわけ。アウト。アウトなりたいでしょ、もう。いや、誰がないよ。守ってんの、6年間、俺。なんでしょ。リバーネーム。言ってんだ。マジマジ、ここの準備できますか。6年間のルールが絶対に笑ってはいけない珍しい名字。ギリー、クエさん、名前を教えてください。はい、はい、いきます。本名、川名恭平です。川名恭平です。川名恭平です。だからみんなと気が距離もありますね。待ってくのか。待ってくから、あだ名も言えるね。なんとかなとか言ってたじゃん俺ら。あ、そうそうそう。ギャバだ、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 ギャバだ。ということで皆さん、少しでも笑ったらチャンネル登録がよろしくお願いします。お願いします。ぜひこちらの本当に今日出てきた名字の方、はい、いましたらツイッターかなんかでリプしてくれれば僕らリプ返しますので、はい、ありがとうございましたということで、はい、お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。これからも皆さん名字に誇りを持って、はい、生きていきましょう。はい、バイビー。バイビー。俺は犬走りだ。川名だ。小島大輝だ。川名恭平だ。川名だ。思いだけど川名だぜ。